雲海の釣り師、亡きベロニカが残した笛で雲海から神の乗り物ケトスを釣り上げた勇者に贈られる称号。このおおすげえ飛んでる、おお遊んで浮かんでる島とかある。そんでなんか黄色い点と、うわ真ん中になんか明らかにボスっぽい場所みたいな感じのもあるし、なんかオレンジの弾もあるし、これこのままこの場所に行けたりするのかな。でもなんかシールド貼ってあるような感じですよね。うわ闇の結界が天空魔女を覆っている、これ以上近づけそうにない。もう明らかにこれがなんかラスボスの場所っぽそうですね。分かった分かったって。だからこのゲームの開発者はあれみたいですね、釣りが趣味みたいな感じの、まさか2回も3回も釣りをする展開見れるとは。これなんだ、これ一体何なんだろう。これ入れたりするのか。ちょくちょくね、なんか空見上げるとこのオレンジの玉が見えたりするんですけど、だからこれ以上上に登れない。でこれどうしたいんだろう。この黄色い点とか一体何なんだろう。あ光ってる。あサマディ地方南の高台、あケトスでないと降りられない場所みたいなことなんですかね。サマディ地方南の高台、おお確かにこんなとこなかったですね。ケトスに乗って世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探そう。だからこういう高台は別になんか、なんでしょうね、別になんともないちょっとしたアイテムがあるような、ショーイベントのあるようなサブイベントみたいな感じの場所なんですかね。あアイテムある、光の石、あいやでも真っ赤だな。うわ空がすごいまがまがしいし、そんでモンスターも全然いないですしね。もう一個アイテムある、これは光の石、光の石の原産地みたいなことなんですかね。そんでモンスター、あガシェット系の、ガシェット系じゃねえな、ガシャコン系の敵がいますね。こいつは戦ったことないかな。スロット魔人、ああ戦ったことはあるか。まんま黄金城にいたやつらですかね。もう神にとってはもう非常に苦々しい感じの敵のやつですかね。だから別にそんな強くはないという感じで、あ奥の方に実のなる木がありますね。これは普通に何でもないスロット魔人の住みかみたいなことなんですかね。もうちょいこう廃屋に住んでるならわかるけど、なんだ巨龍樹の枝、こういったのもあったりするんですね。なんか宝箱とかあったりしないんかな。あまあアイテムは非常に何個かありますけども、天使の相馬、はあなんかいかにもなんか上級の装備とか作りそうな感じですね。これしかない感じか。うんスロット魔人しかいないし、ちょっとじゃあ浮島探してみますか。これこう戻るよりもなんか道具でなんかこれで天使のフルートでそのまま勇者の目にケトスに乗りますか。あこれでそのまま乗ることができるんですね。なるほど、だ船よりもある意味簡単にこう移動ができるみたいなことなんですかね。でそのケトスでしか行けないところに行って、まあ、話を進めるという感じですかね。おーすげえ、これは楽しいですね。楽しいけどあれ、出発の地点はいつもここなんだ。そんでよくよく見ると地図にありますね、あのピンクの矢印が。そんで浮島が2つあるんですよね、その南側の方と上側の方。ちょっとじゃあまあせっかくなんでピンクのマークがついてるとこ行きますか。浮島あった、案外すぐ見っかんな。はてな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 、なんかドラクエモンスターズの系統みたいな感じで言ってますけど、
うわ、ハテナハテナのまんまだ。そんでなんだこれ、こっから飛び降りれたりは。これベンチじゃないか、誰か住んでたりするのかな。なんか天空人みたいな感じの。そんで上からなんか滝が降ってきてるし、これがなんか雨の元だったりするとなんか嫌ですよね。うお、すげえ、なんか神殿みたいな。もう明らかに、うわ、丸い木もあるし、明らかに終盤に訪れるべくして訪れるような場所ですね。天空に浮かぶ島の中央にある神殿に行こう。もう後半入っちゃっていい感じですかね。オープン。すげえな、もうだいたいこうなんでしょうね、そのドラクエで最後の方に進めば進むほどだいたい池の者たちがこう仲間になりますよね。仲間というかこう味方側に。この太陽の神殿、太陽の神殿、オイラたち神の民が、ロトゼタシア創生の頃から守ってきた聖なる種火が祀られているんだ。神殿の奥にある聖なる種火を調べれば闇を打ち払う力についても何か手がかりが見つかるかもしれないと。この扉開けると、じゃあ火が通ってるってことなんですかね。でかっ、あれ、なんかさっきのなんかオレンジの星に似てるような気がするけど、これに、あ、なんかあるランプ的なのが。なんかあっさりとなんかとんでもないものを手に入れたような感じに見えるんですけど、この台乗れないかな。あ、乗れた、お立ち台だ。というわけで、なんかこれキーなんですね。なんか、あ、まあ根元見ると確かに木っぽいですけど、なんかオブジェみたいな感じも見えますよね。普通に神のために断りなく種火を手に入れていいもんなんですかね。まあ、ひとまずじゃあかざしてみますか。何か見えるってことですよね。
あ、消えてる。消えてるってことはこの残りの2つを見なさいと。なんでその先代の勇者のことをこのキーたちは見せれることができるんだろう。その頃から生えてたってことなんですかね。見守ってたってことなんですかね。なんかもう一個一個の思い出がなんかすごい途切れ途切れですごい短いっすよね。なんかそんでいちいち全集合してなんか考えるよりももうそのまま流れるように見せてってもらいたいところなんですけど。なんかね、もういろいろと話が急展開しましたけども、天空の浮島にある鉱石とサマディでハンマーを手に入れ火山の火事場へ向かおう。火山に火事場なんてあったっけ。確かにね、サマディ地方とかそっちの方は全然行ってないんで、この下の方とか一体何があるんだろう。なんか展開的にね、何かしらあるのかなと思ってたけど、おお、真ん中に立ってる。すげえ、なんかそんなさらっとした感じでなんかサマディに行けたりするんだ。というわけでどうしましょうかね。まあ行き先は3つあるってことですよね。天空の古戦場とサマディと火山と、まあね、ハンマーと鉱石は先に手に入れないと火事場に向かったってね、最初に向かったって意味がないですから、だからまあどちらか先に行くかっていうのはまあおいおい決めるっていう感じで、じゃあ今回はですね、ここまでにしたいと思います。次回からですね、新たな勇者の剣を作るべく、もうこんな踊りまくりの勇者は嫌ですけどね、
新たな勇者の剣を作るべく、指導したいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。